神戸市の病院で一般の患者1000人の血液を検査した結果、およそ 3% の人がこれまでに新型コロナウイルスに感染していたとみられることが分かりました。神戸市の中央市民病院は4月7日までの8日間に外来を受診した患者1000人の血液を調べた結果、33人がこれまでに新型コロナウイルスに感染したことを示す抗体を持っていたと発表しました。神戸市全体に当てはめるとおよそ5万人が感染していた計算になるということです。今回の結果について病院は、今の感染者の数はほんの一握りである一方、一定の割合でウイルスに抵抗性を持つ人がいるとの考えを示しました。